です。つくもやよ。5月18日。今日は一粒万倍日ついとるな。一粒の種が魚座に増える。獲物だけやったらええけども、悪いもんも魚座に増えるさかい、よよ気つけてな。六曜は大安。大いに優し、万事安らかにことが運ぶ。十間は木のと、草つるを示す影の木。土から芽を出した剣道を伸び悩んでる状態を示したる。十二支はうさぎやね。こっちも影の木。草木が土の表面に芽を出した状態を示したるよ。ほんで、十間も十二支も同じ影の木やさかい。音読五行の流れは、ひいわいうて、物事が良も悪いも勢いを増すゆけや。一粒万倍日で大安、いわやなんてな。なんや、ええ感じそうな感じするけども、足元すくわれんようによよ気ぃつけてな。ま、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほな、またねー。